ヴィッセル神戸キャプテン三浦篤弘。道外れたこととかすると大っ嫌いだよね。2005年ヴィッセル神戸 J2 降格。通さねばならない筋があった。責任とかね、そういうのをすごい感じて、必ず1年で J1 に復帰するっていうことが、僕らの使命でもあると思うんで。誰よりも早く気持ちは固まった。自分がもう残るって決めたんなら、誰よりも先に、結論を出したかった、発表したかった。チーム崩壊を救った決断。やっぱみんなもやっぱりアッサンが残るんだったらっていう気持ちもやっぱ強くなったと思うし、本当に1年で J1 で上がりたい、形が見えました。あの時代表もあってじゃないですか。そう考えるとすごいなと思ったんですけどね。夢の舞台、ワールドカップを諦めて J1 復帰を目指す神戸のために。寝たい気持ちは強かったんですけど、まあ、ワールドカップが全てではないですし、神戸で、やりがいっていうのを見つけたので、ここ神戸で触れた人のぬくもり。でもフロントのね、方たちは、僕が、J1 で、プレーするのは当たり前だみたいな。自分の居場所を探し、数々のチームを渡り歩いてきた。そして今求めているものはここにある。神戸、絆が力を与えてくれる。これからも頑張って勝ち続けてください。みんなで力を合わせて、今年1年かけて必ず J1 に復帰すること。 J1 の キャプテンとして目指すの。キャプテンとして何ができるかってことを考えたら、みんながもっとこう一緒にいる時間を長くして、でいろんな会話をして、でその中でチーム力っていうか結束力っていうのを高めていけば。結束力、フリューゲルスはチーム消滅の危機に一丸となって天皇杯を制覇した。奇跡を起こしたメンバーに圧もいた。その結束力っていうのが最後のこう力っていうのをこう出してくれると思うから、結束力を、J2 の中では絶対一番。天王山ヴィッセル神戸、結束力で勝利。